狼よ、我が血と共に生きてくれ。
目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。手に入れた。任務か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、
任を仕込むことで、その牙は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ、敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも、血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが彫る仏は、どうやったって業深いものは、お前さんも、いつか彫る。それで。まことに息を吹き返したのですね、竜韻の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。
もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。
伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかの。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、守ら仏